はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸2をお送りします。で、前回からその空間ベクトルの1ベクトルのね話が始まって、これ2本目です。で、今回は1問だけの問題演習となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しそうだなと思う方は、今からねこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、なんで1問だけかっていうとね、板書で1問埋まってしまうっていう、そういうタイプの問題なんですけど、で、まず四面体 OABC を使います。で、線分 AB を1対に内分する点が D で、 BC の中点が E で、 AE と CD の交点 P の時に OP ベクトル表そうみたいな感じなんですけど、基本的にこれ今 ABC の話がほぼなので、本当はね四面体を書くべきなんだけど、ちょっと三角形 ABC のみで図を書いていきます。それも多分分かりやすいと思うので、だから ABC どうしようかな。まあ、これはねちょっと決まってないので適当って言ったらあれだけど、でもこんな感じしようか。 A B C とで、本当は O があって、 こういう風に四面体になってるはずなんだけど、ちょっとこれだけでいきます。で、こっからですね、まず AB を1対2内分だから、まあ、大体この辺かな。ここが D で1対2と。で、次 BC、 あっちの中点かを E だから、まあ、中点なのでこう E、まあ、ここの長さは同じだね。で、次に AE と CD か、AE 結んで CD、 CD 結、ちょっと曲がった、結んだ、ここが P なんだね。で、その時に OP ベクトルを、まあ、A ベクトル、 B ベクトル、 C ベクトル、あれを用いて表そうと。まあ、これ前回もねやったように、まあ、崩していくというか、まず OD ベクトルと OE ベクトルを表さなきゃいけないので、まあ、そこからいきましょう。ではまずOD ベクトルは AB を1対2に内分なので、まあ、内分だからね、1たす2で3分の、でちょっと暗算気味でやるよ、ここは3分の2かけるこっちの A だから、3分の 2A ベクトルプラス3分の 1B ベクトルになります。で、ここに関してだとね、うんって思う方は、まあ、前回の動画とか見てもらってもいいですし、もっと詳しくちゃんとやりたい方は平面ベクトルの方の1個前の章ね、1個前の章の1ベクトルのところを見てもらえたらと思います。内分外分ちょっとそこはね詳しくやってますんで。で、もう1個 E ですね。 OE ベクトルは中点は1対1に内分なので、1たす1で2分のが出てくると。で、2分の 1C ベクトルと B ベクトルだから2分の1B ベクトルプラス2分の 1C ベクトルですよと。まあ、これ使って解いていこうぜっていう感じだね。で、どうやっていくかっていうと、方針としては今ね AE と CD の交点なので、 AE を何とか対何とか、 CD を何とか対何とかって置いて、OP ベクトルを2つの表し方をするで置いていくので、まずこっちどっちか行くか、 AE から行こうか。じゃあね、この AE の部分をほにゃらら対ほにゃららと置きます。で、これは平面ベクトルの問題演習の時でもやったんですけど、 S 対 1-S、 まあ文字本当は何でもいいんだけど、今回一応 S と T 使うけどね、 S 対 1-S と置きます。つまりここね、AP、 ここね AP 対 PE を S 対 1-S と置くと、つまり P は AE ベクトル、これ AE を S 対 1-S に内分する点になってます今。で、同じように内分する点で考えると、まずここ対ここだから足すじゃん、足すと1になるんで分数出てこないんだよね、都合が良くなると。なので OP ベクトルは
S 対 1-S だから 1-S×A S×E になります。まあ、罰掛けってよく俺やってましたけど、つまり 1-S×OA の方だから A ベクトルプラス S×E なんで、これです。 OE ベクトル、一応 OE って書いておこうか。次まとめればいいね。こうなる。で、ちゃんと整理すると S をこれに配るだけなので、これね、開かなくていいです。そのまま 1-A の、間違った、 1-S の A ベクトルで、プラス S を配るんで、1/2、うん先に B 書いちまったぜ。1/2SB ベクトルプラス、こっちにも S 配るから、1/2SC ベクトルです。で、俺がね、これを1番って置いておきます。で、これね、1-S 対ごめん、 1-S 対 S でもいいですかって言われるんですけど、問題はないんだけど、そうするとね、 1-S をこっちに配ることになるの、 OE に。そうすると1/2SB ベクトルと 1/2SC ベクトル、ちょっとめんどくさいわけだよ。だったらこの 1-S っていうめんどくさいのをこっちにつけるだけの方が楽なんだよね。そう、だから俺はそうやって考えて、置き方を決めてしまうんですけど、で、これでまず AE の方が終わりました。で、次は CD の方いきます。で、これもじゃあこっちね、 CP 対 PD ですね。 CP 対これ、CP 対 PD を違う文字で置きます。じゃあ今度 T いきましょうか。 T 対 1-T と置くとまた同じです。結局 CD を T 対 1-T に内分するのが P なんです。だから OP ベクトルは内分足しても1だから、また分数出てこないと。で、 1-T×C T×D になるので、 1-T の ×C ベクトルプラスT かける D の方、つまり OD ベクトルになります。で、OD ベクトルは最初に出してる、ここでね。だから T を配るだけだから、T 配って先に A 書きたいね。だから3/2TA ベクトル。で、T をここに配ると、3/1TB ベクトル。で、最後ね、C を。まあ、A ベクトル、B ベクトル、C ベクトルちょっと並べたかったんで、並べ替えましたけど、こういう感じで、2番これで OP ベクトルが、2つの表し方ができましたと。で、そのね、平面ベクトルで似たようなのやりましたって話をしたんだけど、結局 A にくっついてる係数同じだよね、係数 B にくっついてるの同じだよね、 C にくっついてるのも同じだよねっていうんで最後終わります。で、終わるんですが、これ途中式書くときに一言必要なことがあって、ここでで、まずね、1と2書いたから、1、2よりと行きたいんですけど、それプラス、1、2と4点。今回ね、OABC っていう4つの点が出てきてるから、OABC が、これ同一平面でいいかな？同じ平面でいいか。同じ、平面上にないので点が必要です。まあ、もちろんないね、四面体でやってるしね、O 浮いてるって話もしたけど、ないから、ないから係数が同じっていうのをして OK になります。で、ないので、これは下は入らない、右かな、ちょっと待って。で、ここ行って、あ、そうだ、そして申し訳ない。多分ね、またね、焦点がずれると思うので、ちょっと直しますね、途中で。申し訳ない。これで、これで OK かな。ちょっと右入るか、一応やっ、いけるかな。なので、ここの係数を並べると、A が 1-S だから、1-S イコール、ここの3/2T。で、B を比べると、2/1S イコール、3/1t で、 C も比べると 2/1s で 1-t と
で、まあ、あとこれ解くだけです。まあ、多分これ解き方かなり、ね、いろんなパターンあるのかもしれないですけど、自分はですね、2分の 1s がここ同じになってるので代入してしまいます。つまり、3分の 1t をここに代入する。そうすると、3分の 1t イコール 1-t です。ここにね、3分の 1t を代入した感じ。で、マイナス t こっちに持ってくると、3分の 4t だから、つまり、t イコール4分の3になります。で、s も出しとこうね。で、s は、まあ、どこを入れてもいいんですけど、ここに入れたら早いかな。4分の3入れると4分の1。で、両辺2かけるから、s は2分の1と。で、わかりました。でも結局これが答えではなくって、OP ベクトルを出したいから、まあ、どっちでもいいです。ここにね、s を入れてもいいし、こっちに t を入れても構わないんですけど、まあ、s の方が2分の1簡単なので、それを最後入れると、OP ベクトルイコール、2分の1入れると1引く2分の1なんで、2分の1 A ベクトルプラス、入れると4分の1か。1 B ベクトルプラス、ここも同じだね。4分の1 C ベクトルとなって、ギリギリ？あ、オッケーオッケー。これで終了となります。で、これはメネラウスでもね、解けるんですけど、本当は。でも自分はこっちのやり方の方が好きなので、今回ね、これで紹介させていただきました。では、今回は高校数学数 B の1ベクトルと図形丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、一応このタイトルね、結構続くんですよ。丸5までもう用意してあるんですけど、なので次回丸3が、問題演習2問ですね、またやっていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。